港発電所はかつて福岡県大牟田市振興町に存在した九州電力の火力発電所である。1960年に振興発電所として建設され2004年まで運転された。本校では隣接地にあった港第一発電所と港第二発電所についても記述する。前者は1931年から1963年にかけて 後者は1947年から1972年にかけて運転されており、いずれも九州電力発足前に建設されている。また戦前期の運営会社である九州共同火力発電株式会社についても触れる。最初に建設された港発電所は、建設当時は三井鉱山の自家用発電所であった。この三井鉱山は当時福岡県大牟田市で、 三池炭鉱を経営していた。三井三池炭鉱で自家発電が始まったのは1894年12月のことで、この時伝統の利用が始まった。1900年代に入ると電力利用も始まり、電動環状機、構内ポンプ、扇風機が導入され電化が進展する。その後自家発電設備は増強され続け、1927年時点では、 火力発電所3カ所、総出力 16,420kW が稼働していた。その反面、購入電力への依存度も大きいことから、三井鉱山は、翌1928年に発電力増強を目的とした新鋭火力発電所計画。1931年7月、7,000kW 発電機2台を備えた新しい自家用発電所を建設した。 これが初代の港発電所である。出力1万 4000kW の港発電所を新設した三井鉱山は東洋高圧工業の工場建設などの三井系の電力需要増加に対処するため、1933年5月に港発電所の3万 kW 増設計画を定震省へ申請した。ところがこの申請は熊本定震局が 三井鉱山単独での発電所増設を認めない、方針を取ったため計画変更を余儀なくされ、電力購入先であった熊本電機との共同による4万キロワット増設計画に改めた。しかしこの変更も、熊本電機以外の電気事業者に余剰電力が存在するとの理由で当局の容認するところにはならなかった。結局、低新症の示唆に従い九州の大手、 電力会社東方電力、九州水力電気を含む電力会社連合と三井鉱山による共同火力発電所へ改めることとなった。1935年1月21日、受け皿となる新会社、九州共同火力発電株式会社の電気、事業経営許可が下り、同30日に創立総会が開催され、新会社が発足した。 資本金は1500万円で、持ち株比率順に、三井鉱山、熊本電気、九州電力、九州水力電気、九州送電、東方電力の6社が出資。会長に、三井鉱山の尾形二郎が就任している。同年5月1日、九州共同火力発電は、三井鉱山から港発電所を譲り受けて開業し、同社と東洋高圧工業に対して、 電力供給を開始した。九州共同火力発電一貫直後から、港発電所では増設工事が相次いで進行する。まず1935年5月中に3号発電機の増設が完了。同年12月29日4号機が竣工し、翌1936年には2月17日5号機、10月22日6号機、11月30日7号機が、 相次いで完成して発電所の設備出力は10万9 0 0 0ットに達した。低新省の資料によると、1937年12月末時点での発電所認可出力は常時8万キロワット所内用7 0 0 0ットで、九州共同火力発電では、九州電力からの受電5 6 0 0ットを加えた電力を東方電力、九州水力電気、熊本電気、 三井鉱山三池工業所、東洋高圧工業の5社へと供給していた。1939年4月、国策会社日本発送電が発足し電力の国家管理が始まった。この際、出力1万キロワット以上の火力発電所は日本発送電へ帰属すると定められたが、港発電所は三井系の自家用発電所という役割が強いことから、この対象とはならず、 会社が日本発送電と三井鉱山との接班出資に変わるのみに止まった。会社は同年5月1日、九州共同火力発電から九州火力発電株式会社へと社名を変更。引き続き高発電所の拡張に取り組み、1940年6月に8号発電機、翌1941年2月に9号機を完成させ、 発電所の認可出力を11万6 0 0 0ットへ増強している。太平洋戦争末期の1945年4月20日、軍事大臣により、日本発送電に対し軍事会社法に基づく、九州火力発電の合併命令が下りた。これに従い日本発送電は、三井鉱山の持ち株をすべて買収した上で、同年6月16日付で、九州火力発電を合併した。 合併時、同社の資本金は6000万円であった。港第二発電所、全計1940年1月30日、九州火力発電は、軍需大臣により、港第二発電所の建設許可を得た。5万4000キロワット発電機を据え付ける第一期工事は、戦時下で着工され、工事中に、日本発送電が継承。労力。 資材不足の中で建設が中断された、築上発電所の資材、人員を回して、工事を進めるが、完成間際となったところで1945年7月27日の空襲に遭い重要機器や資材を焼損して、打撃を受けた。戦後の1947年7月12日に、ようやく竣工し、港第二発電所は認可出力2万キロワットで、 同年8月21日より運転を開始した。運転開始時は、ボイラー一缶のみの設置であったため、戦後の電力不足対策として、特管工事でボイラーを一缶増設し、1948年11月2日に、認可出力を5万4 0 0 0ットへと引き上げた。さらに、第2期工事として、同じく5万4 0 0 0ット発電機一台の増設を計画。 1950年6月より着工した。1951年5月1日、電気事業再編成により、九州電力株式会社が発足。港第一発電所は認可出力11万6 0 0 0ットで、港第二発電所は認可出力5万4 0 0 0ットで、それぞれ日本発送電から九州電力に継承された。その後港第二発電所第二機工事が、 同年9月25日に竣工し、同発電所の出力は10万8 0 0 0ットとなった。九州電力では、発足直後から10万キロワット以上の出力を持つ、大容量火力発電所を相次いで建設した。築城発電所、神田発電所、大村発電所などがそれで、さらに大牟田では、港第一発電所と港第二発電所に挟まれた場所に、 新興発電所を新設した。新興発電所の工事は1957年6月に着工。途中炭鉱でストライキがあり、工事に支障が出るが予定通り進行し、1960年9月10日より新興発電所は出力15万6 0 0 0ットにて営業運転を開始した。日本製機器による大容量発電所で燃料の石炭は 地元三池炭鉱のものを高校から直接ベルトコンベアで受け入れて使用した。新興発電所では続いて2号機15万6000キロワットを増設する第2期工事が1964年に始まり、2年後、か月の後期を経て1966年10月14日より営業運転に入った。新興第1期工事竣工後の1961年9月14日。 港第一発電所の設備の一部が廃止され、残存設備も1963年11月30日付で廃止となった。さらに進行、第二期工事竣工後の1972年10月1日、港第二発電所も25年間の稼働を終えて廃止された。こうして、旧発電所が廃止されたことで、新興発電所は単に港発電所へと解消している。 港発電所では1960年の新設以来、石炭産業育成政策に沿って、三池炭鉱の石炭を活用していたが、その後の出炭状況悪化や、硫黄酸化物排出基準強化などの環境変化があり、これに対処するため燃料を重油へ転換する工事が順次施行された。まず2号機が施行され、1972年5月28日より、 石油火力発電所として運転を開始。1977年4月1日には1号機の転換も完了した。ところが、オイルショック後の脱石油政策の一環として、試行間もない1号機について、再び石炭火力発電へ転換することとなり、1981年10月に再転換工事が始められた。先の重油洗浄化工事の際に、 石炭関連設備を撤去していたため工事は大規模なものとなり、石炭運搬設備、石炭燃焼設備や環境規制強化に対応した肺炎脱流装置、肺炎脱消装置、電気集人機が新設されている。1983年4月21日に石炭燃焼化工事が完成し、港発電所1号機は石炭火力発電所へと戻った。ただし、 使用石炭は排煙規制のためミ池ケタに定位用の海外炭を50%混合したものに変わっている。一方二号機は原油戦勝のまま維持されたが、設備老朽化や電源の多様化によって稼働が減少し、1989年4月1日付で廃止された。1997年3月30日、三井ミ池ケタン港が閉山された。 これに伴いミーケを一部利用してきた港発電所1号機は翌1998年4月より主に中国から輸入した石炭を用いる海外炭線章となった。2000年代に入ると九州電力では借りた発電所、新1号機、霊北発電所2号機など新鋭の火力発電所が完成する。 その一方で後継年の発電設備は運転機会が減少し順次廃止された。港発電所1号機もそれに該当しており2004年4月1日付で廃止となった。1号機の1960年以来の累積運転時間は30万2188時間、累積発生電力量は約402億キロワット時であった。廃止後、港発電所跡地には 九州電力によって太陽光発電所が建設され2010年11月15日よりメガソーラー大向け発電所として運転を開始している通称産業省の資料に基づく港第一・第二発電所の1953年3月末時点の主要設備を一家に記すボイラー原動機発電機発電機電圧が 2.2KV のものは所内用 港発電所の主要設備は以下の通り、1号機2号機九州共同火力発電に関するカテゴリー。ありがとうございます。